アリクレットの魔術により悪周期にされてしまったイルマ。イルマくん、せえ、朝っぱらからうるせえっつったんだよじいさん。ろくな記事ねえな。おかわり。あ、はい、ただいま。昨日まであんなにいい子だったのに、イルマくんが生徒会に入ってくれた。イルマ様、お持ちたかったんだろ。やるよ。はい、からカバンをお預けに。なんたる幸せ。じいさん、馬車。はい。アンガとじいさん。あ、イルマくんだ。おはよう、イルマくん。イルマ様、力の加減はいかがでしょうか。イルマくんだよな。いつもと様子が違うわ。あの貫禄、さすがウヌのライバル。イルマ様は悪周期に入られたのだ。悪周期、クマの暴力的、可逆的な思想が高ぶるストレス周期である。なるほど、悪周期か。よっと、近くて助かるぜ。おお、いたんだ、アブノーマルクラス。いつも通り、適当に処理頼むわ。ラファイア、ここは俺のクラス、俺のテリトリーだ。根本的に舐められている。決めた。俺はこのボロ教室から城に移るぞ。ルマ様、ついに学園の統治を。え、イルマが悪周期。根性ねえな。こぼれの集まりなんでしょ。ってな、どこ見て。イルマ様、処罰しますか。ああ、いい、ぶつかって悪かったな。じゃあな。さらばでござる。そこのけ、どこのけ、イルマちのお通りだ。なんだ一体。カルエゴ先生、アブノーマルクラスの教室移動を要求する。貴様、これまでの俺は少々無欲すぎた。生徒の学習環境を整えるのは学校側の義務では。他に隔離できる教室がないのだから仕方ない。おいおい、あるだろ。王の教室、ロイヤルワンを開けろ。王の教室、ロイヤルワン、それは消失の魔王デルキラがバビルスに在籍していた時に使用していた教室である。学習環境は申し分ない。あそこは我が校が誇る名誉教室なら証明しよう。その過半数から教室移動を認める許可証を2週間以内で集める。教職員全員の許可証を3日以内。はーい、交渉成立。